いちごマシュマロはバラスイーによる日本の漫画およびそれを原作としたアニメ・ゲーム作品。月刊コミック電撃大王において2001年から連載されている。2005年7月から10月までテレビアニメが放送されたほか同年8月にはゲーム化もされた。2007年2月から4月まで 1> 第1期の OVA が全3巻で発売され、2009年1月から3月まで第2期の OVA が全2巻で発売された。キャッチコピーは、かわいいわ、正義。主な登場人物は11歳から16歳までの少女5人。1は完結形式で、特になんてことはない普通の日常に見えて実は目いっぱいシュールな世界を描く。ローティーンの女の子の仕草や、 ファッションなどが詳細に描かれている点が特徴的。作中の小学生はランドセルではなく、ショルダーバッグなど、普通のバッグで学校に通っている。キャッチコピーの、可愛い,いは正義は、英語圏でも文法を逸脱して、Cute is Justice と表されることが多い。水野東子の漫画に、イチゴマシュマロという題のものがあるが、本作とは無関係である。 作品の舞台は、作者の出身地でもある、静岡県浜松市であり、同市に実在する建物、風景がよく描かれ、お祭りなどの地域行事もネタに取り入れられている。アニメ版においても同様で、担当スタッフが現地取材を行っている。また、原作中の地名表記等から主要登場人物は、浜松市中区に居住している設定であることが明らかとなっている。 登場人物の通う学校や作中に登場する地名はいずれも浜松市内に実在していることからファンが聖地巡礼と称して現地を訪れていたが地元住民が迷惑を受けているとして電撃代を2006年3月号市場でこのような行為は控えていただきたくお願い申し上げますとの告知が出された2011年3月から5月末まで期間限定で 浜松市のスタータクシーグループがキャラクターを車体に描いた萌え、タクと称するタクシーの運行と萌え、タクを使って作中に登場する舞台を回る観光ツアーを行った。前説の通り主要登場人物は浜松市在住の設定ではあるが、普段はどの人物も演習弁などの方言は用いず、標準語で会話をしている。ただし伊藤地下、松岡美和の二人は、 ボケとツッコミのやり取りにおいては関西弁を話すことが多い。また、一度だけながら美和が名古屋弁を使うシーンがあったほか、連載初期においては会話が全体的に関西弁と標準語が混在した口調で作られていた。本作は欧米でも翻訳版が流通しており、人物設定や舞台設定の改変はない。しかし、発音の便宜上から一部のキャラクターに、 オリジナルのあだ名が付けられている。また、子供同士の会話が中心なので、原作に比べて非属な口語体や用事語が多く、登場する。日本語の文字や日本独自の文化がネタになっている。場合は欄外に中が加えられている。なお、理由は不明であるが一部の効果音や擬音が消去、されていたり日本語表記のままで残されていたりしている。日付は、発売年月日。 2005年7月15日から10月14日まで TBS で同年8月5日から10月28日まで BSI で放送された。全12話。作品自体は16、9のハイビジョンサイズで制作されているが TBS では画面の左右を切って4、3のスタンダードサイズにして放送された。演出の特徴として原作にある独特の間を表すために 音楽を少なくして、声優の演技や効果音を全面に打ち出している。ジェネオンエンタテインメントより全6巻が発売された。テレビシリーズの後に、ジェネオンエンタテインメントより全3巻が制作、販売された。主音声のほか、声を当てた声優によるオーディオコメンタリーが収録されている。2005年8月11日に、プレイステーション二用ゲームソフトが、 メディアワークスから発売されたセロレーティング全年齢対象。ゲームでは、信ブの幼馴染で東京から浜松へ帰省してきた大学2年生の男の子を主人公として5人のヒロインたちとの交流を描くシナリオとなっている。週刊アニメプレス内で放送。全10回。原作者が洋楽好きであるため洋楽に関するものが作中に多数盛り込まれている。 特に1990年代以降の音楽を好む傾向が見受けられ、AFX ツイン、スクエアプッシャー、スーパーファーリーアナマラズなどの関連単語は何度も登場する。また、音楽雑誌フェーダーボリューム11では、AFX ツインをモチーフにした1ページ漫画を描き、おろしている。この時、チカが聴いているのは、リチャード・ D ・ジェームズ・アルバム収録の4という曲である。 気温で表すと本当に一コマ目のようになる。この他にも部屋に貼っているポスターなどにアルバムジャケットなどが使われることが多い。ありがとうございます。